今回は近藤正彦さん東山紀一さん滝沢秀明さん3人の名を中心に鑑定をしてみます履歴一覧からまず近藤さんを呼び出します2022年9月。 中心性、静観、念運欠管は、偏在です。月誌、元名のタブをタップすると、月誌、元名、被検、一匹狼、独立心とあります。名詞表に戻って、名の吉狂星を見ると、まずは、月中に要人があります。これは、月誌、元名、被検と合わせて考えると、 協調性を求められるようなことには向かないということになります。人気を得られる講演そして、天徳、つまり天徳基人、月徳、つまり月徳基人、天皇、つまり天徳号のいざという時に救いがある、つまり日を弱める吉凶星があります。 また、月中と2022年からの大運が点線、つまり天線地中となっていますが、これは誰でも大運が6巡すると必ず点線地中になるというものですので、特に脅威というよりは年齢に合った落ち着きを求められるということであると考えられます。次に、 東山さんを呼び出しています。2022年9月、中心性偏在、年運欠間偏在です。月始元明のタブをタップすると、月始元明印受。 ナルシスト、芸術家、名詞に戻って、名の吉祥星を見ると、六馬、つまり六馬基準があります。これは財産評価が上がるということになります。月中と日中が天地、つまり天地特合となっているので、夫婦円満の暗示があります。 会合は自分の道を一途に進んで開運できる暗示で管理職などよりも芸事に専念するのが良いということになります。また月中と2019年からの大運が変遷つまり転戦地中となっていますがこれは近藤さんと同様に 大運が六巡すると必ず天然地中になるというもので特別に脅威というよりは年齢に合った落ち着きを求められるということであると考えられます次に滝沢さんを呼び出してみます 2022年9月、中心性偏在、年運欠陥は食人となります。月子幻名のタブをタップすると、月子幻名偏在、商売人花屋木。名詞表に戻って、名の吉凶星を見ると、年中に要人があります。 滝沢さんは未弱であるのでこの用心によってエネルギーが補充されて良い作用をしていると思いますまた合殺は基地に働けば周囲よりも優れた才能に恵まれるということになります以上をまとめると近藤さん月子元命被検一匹狼独立心 大きな組織の一員としてではなく自分の城を持つ方が良い。東山さん、月誌幻明、印寿、ナルシスト、芸術家。自分の芸事に専念するのが良い。滝沢さん、月誌幻明、偏在。商売人、華やぎ。商売のセンス、臨機応変の際もありますが。 カリスマではないが組織を運営することができるということです。今回はここまでです。